皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、8月の6日、13時28分、先ほども、ホームページに、様々な内容の文章を記載していたんですが、インターネット記事とかを見て、テレビの画面を直接見ながら取り組めなかった選手たちの状況とかも、確認したんですが、サニブラウン選手へのメッセージなんですが、ほぼ自己ベストタイムに近い、記録、9秒台を出しても、決勝進出ができなかったと。とにかく世界中の方たちが、昔はウサイン・ボルトさんというちょっと飛び抜けた方がいらっしゃいましたが、そういう方が今、いませんので、世界中、9秒台の方たちがたくさん、いらっしゃいまして、残念ながら、9秒96でしたでしょうか。それぐらいのタイムで、走ったんですが、決勝進出ができなかったというところで、大変、残念だったとは思いますけども、力は、出し切れたと思います。精一杯、自分の走り、できたというところに近かったと思います。これはもしその時間帯に、他の種目とかも私取り組んでましたので、その時間帯にもしテレビを見ながら頭の中の供給とかをしっかりとサニブラウン選手に、できていたら、他の競技をしながら頭の中のその行き先っていうのが、よそに行ってる可能性もあるのはあるんですよ。サニブラウン選手にある程度行ってた分もあるかもしれませんけども、その辺のところもし私がテレビを見てる状況であれば、もしかしたら決勝に進出できていた可能性はあります。だからその辺のところで、この競技数という形もありまして、今日ホームページにまた新しく記載したんですが、数日前に、記載 したんですけども、プロ野球選手を呼んでくるっていう形ですね。要するに私を守るような状況ですね。体の中に入って。で、その状況を作ることによって、頭の中の供給をしているときに、日本人の選手に固定することができるんですよ。で、例えば相手がそれを見破ってきたらどうなるかって言いますと、相手の方に力がいってしまったり、それを喋る言葉とかでされてる人たちとかも、女子バレーボールの時とかも、男子バレーボールの時とかも見受けられてたんですけども、他の者に守ってもらうことによって、それ通用しなくなるんですよ。で、見破りにくくなるんですよ、ほぼほぼ。で、例えば日本のプロ野球業界ですと、これはもう26年前から、優勝回数や最下位の数は、各球団、揃えなければならないという話で、本当はもう合意されてるんですよ。で、昔からじゃあどうすればいいのかというところで、オリンピックが開催されてる時だとか、世界選手権だとか、そういった時に、その年、優勝する予定ではないチームだとか、まだ最下位の回数が少ないチームだとか、そういったところのチームの、力を借りると、これはできるだけ、良い順位のチーム、上の方のチームの方がやっぱりいいです。その時の調子の良いところですから、そういう純度の高い力を持たれてる方たちのところで対応した方が、やっぱり強いです。昨日は読売ジャイアンツの、人たちを、こちらに宿して、これはもうプロ野球業界と合意がもともとあるんですよ。で、サッカー業界とかも、確か合意あったと思います。で、だから今回、バスケットボールや男子バレーボールと、ホームページでも文章で記載してますけども、そういった人たちの力を借りるべきであったと。で、昨日、夜中、今日の夜中、ですね、2時、
第3時代のその女子、シンクロナイン、現在名称はアーティストティック、スイミングでしたっけ。まあ今はちょっと名称が変わってるんですが、昔はシンクロナイズスイミングとかそういう呼ばれ方をしてたんですけど、そちらの方で試合中に、まあ、電波で頭の中をずっと供給はできてたんですよ。で、結構、良い量が、安定して供給できていたので、演技内容、途中まで良かったんですけども、一瞬だけ乱れたところがあったんですけども、それは途中まで電波で言われてきていた声が、カネカネっていうことを言われてきてたんですね。で、こちらはそれで頭の中を供給しながら心の声で金メダルということなら分かりますと。そういうふうなことで、対応してました。で、途中からそのまたカネカネって寄ってくるところに対して河川水門開閉式ダム発電もありますと。そういうことを言ったんですね。心の声で。そしたらその瞬間日本人選手の人の演技が少し乱れたんですけども、それは私の対応としては100%で合ってるんですよ。20億人の命の、まあ、命がかかっているエネルギーの残存量までの中核をなす、ものですから、その内容の時に私が河川水門開閉式ダム発電と心の声で返答した時に、まあ、がありますでもいいです。まあ、とにかく河川水門開閉式ダム発電というワードがあったらいいと思います。で、そのワードを心の声で、伝えた時に、電波で言ってくる声に関して、すごく良い演技ができなきゃおかしいんですよ。どう考えても。ですよね。で、まあ、それは先ほど、まあ、その試合は、日本人選手は8番目の登場で、8番目ぐらいですかね。まあ、大体それぐらいだったと思います。で、演技が終わった後、4位だったんですけども、点数のスコアを見たときに、ちょっとした一瞬だけのその乱れだったんですけども、それで250点台しか出てなくて、正直、なんだこれはっていうふうに思いました。で、最初テレビのチャンネルつけたときに、オーストラリアの選手が出てたんですよ。そしたらオーストラリアの選手は、こちら側とか、日本語で言ってたんですね。で、それでまあ、今もその言葉を使ったら、体の力、取られてるんですけども、それも今言って取り返しています。で、それは、まあ、ちょっとまあ、フェアではないわけじゃないですか。だからまあ、その辺のところが左右して、カネカネっていう言葉が聞こえてきた、で、オーストラリアの選手だったと思うんですけど、270点台という、高得点が出ていました。だけども、まあ、試合が終わってから、他の選手、他国の人たちの競技が全部終わってから、まあ、日本の方は、審判団の人に、まあ、抗議をしまして、まあ、それも、日本円で8万いくらほどのお金がかかるらしいんですけども、それは抗議が通ったら、そのお金は返済されるんですけども、その河川水門開閉式ダム発電の件に関しても、まあ、選手ではなく、監督かコーチ、どちらかの方が、こちらから言っとくからっていうことを、演技が終わった後言ってくれてたんですけど、それで、今、日本の順位、3位に、変わっています。だから、この証言でも、だいぶ、今後の順位等に影響出てくるかと思います。今度はこちらの番ですよ。まあ、ただ、まあ、抗議が通ったからどうこうのところでサイン、そのオーストラリアの方が、今まだ順位確認してないんですけども、オーストラリアさんの方が順位は上にいるかどうか、そこは問題ないんですよ。私の力を使ってしまってますから、だからそれをしてしまうと、まあ、多少なりともその現場で、そのカメラワークとかで、バレーボールでも相手の国の選手の方に移っただけで行ってしまったりだとか、私の力が。そしたら物事が逆になってしまうんですよ。で、それしてしまうと、どうなるかっていうと、文書で記載している通り、まあ、昨日の件だったと思いますけども、フェンシング。
の件ですね。そのピアスは2つ、訂正、ピアスは1つつけている、指のリングに結婚指輪ではないものを2つもつけてる、得点した時にマスク取った時に笑いながら舌出してる、そういうとんでもない選手がいたんですよ。で、それで、イタリアの選手と日本人選手の決勝戦で、両方のチーム、入場の時ははっきり言って全然笑っていません。で、そういうふうなしっかりと勝ちに行く体制で試合は行われてたんですけども、そういう選手は混ざっていました。片や日本人選手は髪の毛染めてる人がいました。どちらがひどいかというと、もう耳に、ピアスもしくはイヤリングだったとしても同じです。仕事中につけるようなものではありません。その指輪に関しても、結婚指輪なら分かりますけども、勤務中につけるのが。むしろそちらは、結婚してますっていうことは、アピールするものであって、不倫浮気はしませんというものでありますから、それはいいんですよ。だけども、その結婚指輪をしている、髪の毛も染めてないイタリアの真面目そうな、方、立ち振る舞いを見ていても分かります。その方が右手をケアしてるんですよ。だその試合どうなってたかって言いますと、先に僕の右足の膝が痛くなり始めたんですよ。それもかなりの痛みです。だちょっと歩き始めたら、その右膝の痛みだとちょっと足を引きずるような形の歩き方になるぐらいの痛みが来てたんですけど、それはもう神がかり的な力の攻撃なんですけども、それは我々髪の毛を染めてない真面目に生きてる人間がこう思っちゃダメなんです。髪の毛染めてる人間だとか、その先ほど言いました指に結婚指輪でもない、リングだとか、イヤリングだとか、あとその選手ネイルまでしてませんでした。ネイルアートみたいな、あの色マニキュアみたいなもの、論外ですよ。あれも変装グッズなんですよ、もともと。髪の毛染めたりとか、サングラスかけたりとか、マニキュアっていうのは。悪いことしていたから、変装するようになっただけであって、最初はそれはテレビに出ていて、人に絡まれるからとかが理由だったんですよ。例えば、昔の日本のビジュアル系バンドの人たちとかも、でもそれは人として潔くないんですよ。何か人に絡まれたりしてきたら、警察に通報して対応してもらうだとか。だからそういうふうなことを、しっかりしなければならない。だから私を見てもらって、私は髪の毛染めてますか、白髪も混ざってますよね。で、指輪なんかしてますか、結婚してませんか、結婚指輪もありません。で、何か余計なものをつけてるかっていうと、つけていません。じゃあネイルどうですか、普通の爪ですね。で、ピアスしてますか、してません。これが手本なんです。それが社会的地位が高い人間であればあるほど、その辺のところはきちっとしなければなりませんし、テレビに出る限りはきちっとしなければならないんです。ありとあらゆる人間が。そういうことなんです。で、先ほどその、アートスティックスイミングのところに関しても、それ文章で書いたんですけども、書いた瞬間、消えました。これはコンピューターの AI が行ってるんだと思います。その抗議して日本の順位が、3位に繰り上がりましたが、記載された時に、その記事を見た時に、その文章はもうなくなってたんですよ。僕のホームページから。これが今の世の中の現実であって、ただし、どういうような経緯があったかっていうことをしっかりと世間に公開しなければならないから、コンピューターが、していいことといいこと、悪いことの判断全然ついてないんですよ。それか、サイバー攻撃だから、だから良かれと思って、このままこの文章を残していたら、本当のところその後抗議があって、日本は3位に繰り上がっているから、淡井さんの、記載している文章はっていうようなところで稼働したのか、余計な文章だから稼働という判断をコンピューターが身勝手にしたのか。だからそれが今の現代社会の良くないところで、コンピューターが自動で何でも判断して文章とか変えてしまってしまうんですよ。だから YouTube っていうものが、大変重要になってくると。そういうことになります。
今の話を聞いていただいたときに、まあ、阿部一二三選手に関しては、その投げたときに、個人戦のときに、相手選手の肩の脱臼もしくは骨折があったと思うんですけども、あれ、その前に阿部一二三選手がヘッドバッティングを食らって鼻出血してるんですよ。相手選手が先にしてしまっている以上、結局、これはね、髪の毛染めていても、真面目に生きていて、ルールしっかり守ろうとしていたら、そこまでのことは発生しないんですよ、普通。まあ、多少なりともその柔道の試合で、こう、袖のつかみ合いとかで、ある程度目の方のところにとかもあるんですけども、まあ、それはそれで、私の今までの話を聞いてもらったら分かる通り、原因っていうものはある程度あるんですね。電波の攻撃を私の方がこう持っているときに、日本人選手は目に相手の指がこう当たったりしてると。で、こちらの眼球も、その後、試合が終わった後なんですけども、ちょっと痛くなったりだとか。だからまあ、そういうふうなこととかがあるんですけども、その辺のところ、要素は一つだけじゃなくて、個人にちゃんと自分に責任感を持ってるかどうかとか、そういうところが要素としてあるんですね。だから阿部一二三選手の鼻も、その骨折してるか骨折してないかは、ちゃんと調べてもらった方がいいと思うんですけども、その骨折の範囲も亀裂骨折とかあるんですよ。骨にちょっとひび入っていたら、それは骨折という扱いなんですよ。その後また大きなダメージを被った時に、鼻がこうぐにゃってこう曲がってしまったりだとか、そういうことになってしまいますから、まあ、その辺のところはちゃんと検査を受けた方がいいと思います。まあ、そんなに大した痛みないんだったら、まあ、病院行ったら、まあ、お金払わなきゃならないですから、ちょっと今、そういうような、頭と頭、顔と顔とかが接触するような、練習はちょっとやめておこうとか、まあ、それであと数日経過したら、まあ、ある程度の小さな亀裂骨折とかだったら、そんなに長い期間かからないで治りますから、まあ、その辺のところはそういうふうに対応していただいたらいいと思います。だから、まあ、阿部一二三選手が負けた時に、団体戦で負けた時に、俺のせいだっていうことで、僕のせいだと言ってたんですかね。大泣きしてましたけども、まあ、それは違うんですよね。相手は先にヘッドバッティングをしてきてますから、ただ、こっちはね、先にバッティングって何回も聞かされてるんですよ。で、それ始まったら何が起きるかって言ったら、以前も言いました通り、オリンピック始まる前の相撲でも、最初の立ち合いの時に、とある選手の、頭が相手選手の鼻に直撃していて、もう鼻から血出してるんですよ。骨折してるかもしれません。だから、バッティングっていう声が聞こえてきた時に、今僕はどう対処してるかって言いますと、それは野球ですと。こういう対処でいいんですよ。で、ただし、まあ、試合中にそのバッティングという声を聞かされても、まあ、正直その試合中に取り組んでる時に、頭の供給がそれでしっかりできてるんだったらいいんですよ。例えばそれは野球ですっていう心の声で返答をすることによって、自分の頭の供給量がさらに増すとかだったら、それはそれでいいんですけども、正直それは野球ですと、こう、唱えてる瞬間とか、頭の供給量が下がってしまったりする場面とかあるんですね。で、まあ、その辺のところとかは、まあ、コンピューターの稼働の仕方で、まあ、ちょっと、まあ、そういうふうな対応、皆様、聞こえてきたら、それは野球ですと。まあ、アメリカで言うと、それはベースボールですと。まあ、そういうふうな対応の仕方をしていただいたら、もともとそのボクシングとかなんですよ。相手選手の、これに、日本国内で表現されてる言葉だけかもしれませんけども、こう、ボクシングの試合で、こう、接近戦になった時に、やっぱりお互い動き回るものですから、頭が相手の顔に当たってしまったりするようなケースとかあるんですよ。だからまあ、それを故意的に完全に行ってしまうと、もう大きな反則行為になってしまうんですけども、ひどい時それで鼻血出したりとか、鼻骨折したりとかありますから、まあ、それは大きな反則行為になるんですけども、だからそれを日本ではバッティングって呼んでるんですよ。
もともとバッティングっていう意味はどう考えても野球だったわけじゃないですか。だから1700年ぐらいからヨーロッパの、フランスとかイギリスとかスペインだとかポルトガルとか、多分ロシアとかドイツとか、いろんな国の人たちが行ってたわけですから、だいぶ国境とかもいろいろ変わってますので、オーストラリアだとか、昔、もっとその1700年代の頃とかいうになりますと、いろんな帝国とかあったんですよ。オスマン帝国とかいろいろ。で、多くの国の人が集まってきてますから、言語がいろんな言語が混ざってると。で、その中で言語の統一とかを教えていく段階で、いろんな国の言語が混ざりながらで、言語は出来上がってるんですよ。だから、それで、よく相手の意味が、言ってる意味がよくわからなかった、接触行為のことを、もともと野球界のバッティングっていうものを、頭突きっていう意味で、もうそういうふうな意味で、表現してしまったというような、形に、綴りが変わっていたとしても、結局はそういうことなんですよ。アメリカでも頭突きっていう言葉あると思うんですよ。だから、その辺のところで、だいぶ、私の方も、対処っていうものは、その辺のところはできているんですが、その辺ですね、阿部一二三選手の、試合の時も、それでもし、相手からの頭突きがなかったら、そのバッティングっていう声に対して、それは野球ですっていうことを対応していたら、相手選手ももしかしたら骨折してなかったかもしれない。これがもうこういうことなんですね。で、それは何をしてるかそうなっているかって言いますと、天の神様への世界中の人の安全のお祈りを日本時間の日付が変わった時にすぐ今の段階なら私は行ってるんですけども、それを行ってる時点で僕から僕を取っちゃダメなんですよ。他の選手がそれしちゃうから、それしてしまうから怪我してしまうんですよ。安全な世界を作ってますのに。だから、そういったことも、考慮していただいて、例えばカメラワークで相手国の選手が映っただけで、私の力を取ってはならないだとか、そういうようなルールにしっかりしておかなかったら、一番バカバカしいのが、やっぱり大怪我することじゃないですか。脱臼だってものすごく痛いですし、骨折だって、骨折も場合によっては皮膚を切開して、メスでこう切ってですね、で骨と骨をつなぎ合わせて、で金属の板ボルトでね、骨にまたそこで手術で穴開けるんですよ。建設業界とか工業界と同じですよ。で、穴開けてボルトでね、固定して骨と骨をずれないようにして、つなぎ合わせて、回復していく段階でつながりますから、そういうものすごく、もう骨を折ってもものすごく痛い思いしてるのに、さらに手術で麻酔はすれども、ある程度の痛みはあるんです。私も大怪我何回も、しますから。こう歯が曲がってしまったりしてるところで分かると思うんですけど、両顎を殴られて、両顎骨折だとか、大怪我というわけではないんですけども、痛い思いはさせられたんですが、みぞおちを急に仕事場で、入り込んでこられた人間、急に殴られたりだとか、どこの誰かも分からない人間に。で、他の仕事場では、骨の間に指を入れてきて持ち上げようとしたり、それとんでもない怪力があったらできるんですよ。で、ただしそれやられてる方はもうめちゃくちゃ痛いです。で、他にも、オートバイの事故で、それもだいぶ相手に挑発行為、いろんなこと言われて、もう半分、腹立ってるような状態で、オートバイ帰宅中に、交通事故を起こして、右足を開放骨折したりとかしてるんですね。あとは、神がかり的な力で左側の肺に、穴開けられています。それもどんな時かって言ったら、何かにぶつかった時とかじゃないんですよ。家の中で寝てる間にです。もうこういうふうなことがありますので、もう神がかり的な力でのダメージなんてもう本当にたくさんあります。本当に。私の今までの人生の中でとんでもないものが。もう起き上がれない、もううめき声を上げてその場でもううずくまってしまうようなダメージだとか。
だからそれは昔の人は合気道っていう相手に触れないような形で相手を倒してしまうみたいな形で、まあ、見えてしまってたんでしょうけども、基本的に選手のしてることですから、選手のダメージは選手の、ダメージなんです。で、まあ、髪の毛染めてる人は海洋基本法違反で、指に、まあ、ネイルアートというか、まあ、ネイルもそうなんですけど、その色塗ったりだとか、結婚指輪でもない指輪をしたりだとか、ピアスをするなど、全部論外です。仕事させちゃダメですから、現場に出しちゃダメなんです。それ世界中の人、理解しておいてください。それをちゃんとできるようになってからです。社会人として認めるには早すぎます。仕事の絶対数なんかどこの国も少ないんです。そういう余計なことを教える人間から更生してから君仕事場来なさいと。それでいいんです。もともと私はホテルマンで、髪の毛の、色が染められてる人間、私じゃないですよ。染められてる人間なんか、現場で仕事なんか、面接通っても来た時に追い返されてましたから。髪の毛染めちゃダメだって言ってたでしょって。なんで君髪の毛染めてるのと。仕事なんかさせないよと。そんなことで仕事させてもらえるなんて思ってた大間違いだよっていうことで帰らされます。それでいいんです。法律違反してるんですから。昔工業問題とかあって、ああいうふうなものも、皮膚、髪の毛染めてる人はわかると思うんですけども、皮膚が痛かったはずです。髪の毛染めた時に脱色したりしてる時に。そういうとんでもない薬品を川や海に流してるんです。世の中で一人も髪の毛なんか染めちゃダメなんです。それプラスエネルギーの残存量問題を考えたら、そういう毛染めの薬品とかを作るのにエネルギーが消費されます。運搬もそうですけども、加工してる段階でエネルギーが消費されます。いらないものを作っちゃダメなんです。その時点でその人は勝てる資格はないのに、そのフェンシングのね、リングをしている、ピアスをしている、ネイルまでして、まあ、爪に色塗ったりまでしている選手がね、怪我するんだったら分かりますよ。そんなもの自業自得でしょと。こちらからしたら。だけども、真面目なね、イタリアの選手の方の立ち振る舞いとか、返答とかのまあ僕の声に対しての返答とかでも、ちゃんと、礼儀正しくきちっと日々生きてこられて、自分に責任持たれて頑張ってる方なんだなというような方がね、怪我してしまってるんですよ。だこの辺のところはコンピューターの稼働の、変なところで、そのコンピューターがしっかりとそういうふうな形で、稼働しなければなりません。で、それは仕事場で人間が仕事をさせなかったらいいだけで、怪我も別にそれさせなくていいんです。コンピューターさん。神がかり的な力で抗議なんかしちゃダメなんです。で、あと、まあ、してることはしてることですから、オリンピックでもボクシングという競技があります。選手のダメージに関しては選手に持ってもらわなければなりません。これ神がかり的な力で、例えば会場、見に来てるお客さんに、例えばボディーブローを打たれましたと、フックを打たれましたと、その痛みを皆さんに分散することもできるんですよ。2000人も集まっていたら、いいパンチ入ってるのに、大してダメージがないように、選手が動いてる時とかあるじゃないですか。それ、神がかり的な力を使ってるんです。他にもどんなことがあるかって言いますと、例えば10ラウンドまで来てね、まあ、日本人選手側で、まあ、私はその世界戦を取り込んでたんですけども、相手選手がクリーンヒットを30発ぐらいか30発以上、もらっているのに、10ラウンドになっても結構相手も手出してるんですよ。普通、もうヘトヘトになってきて、あんまり動けなくなってくるんですよ。普通の世界で、試合をしていたら。だけども、これはもう神がかり的な力を使って、この選手、第1ラウンドの時点の体に戻してるなっていうのが僕もわかりますから、相手がそれするんだったら、こちらもそれしますっていうことで、日本人選手を第1ラウンドの状態に、直してます。そしたらその瞬間、日本人選手も動き、もう10ラウンドまで来てるのに、急に動き良くなります。
それで倒します。してきたのはあなたたちの方が先でしょっていうことなんですよ。こちらはそこまでパンチもらってませんよと。で、手数等も考えた時に息が上がってるかどうかとかを考えたら、それはもうありえない現象でしたから、それをそちらはするんだったらこちらもしますよと。法律で総裁という、ものがありますから。なあ、まあそういうような現象とかも多々ありますので、まあ、神がかり的な力で、まあ台風の発生数を抑え込んでるっていうのは、歴史上ここまでできた人間は淡井圭介を、以外に誰もいません。で、その人間に安全性に関して、任せておく。それには淡井圭介から他国の人とかが取ったらダメなんです。僕は頭の中を、まあ、選手の方に、多い時でしたら 50% ほど供給したりとか、してるんですけども、それを相手選手とか取ったらダメなんですよ。見破りだろうが何だろうが、何か言葉を発してだろうが、それするから。例えばこれも日本人の、まあ、男子バレーボールに関してなんですけども、まあ、画面表記を見る限りでは、髪の毛染めてる方が、結構いらっしゃったと。で、相手のアタックに関して小柄な日本人選手の髪の毛染めてない真面目側の人が顔面に2回ぐらいは当たってませんでしたっけ。その何試合もしてですよ。本当は顔面に当たるんだったとしたら、髪の毛染めてる人が当たらなきゃおかしいでしょっていうことになるんですよ。でしょ？真面目に生きてないんですから。髪の毛染めないぐらい誰だってできますよね、それぐらい。そこ根性なんかいりませんから。そんなことで根性云々とか、やめれないとか言ってる、そんな弱い人間、オリンピックに出る資格なんかないですよ。プロの、あのスポーツ選手も論外です。皆さんの大事な未来のエネルギーを消費しながら講義をさせていただいてるんですから。それぐらいの心構えが必要です。以上です。こういった内容を翻訳していただいて、他国の方とかに、お伝えしていただけたらなと思います。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。大事なことですので、オリンピック委員会もそうですけども、まあ、FIFA もそうですし、サッカーの、団体ですよね。で、他の、まあ、プロ野球の団体だとか、そういったところもこういう記録をしっかりと残しておきましょう。本当にもう見てて、もう結果が出てるか分かるんですよ。本当は髪の毛染めてる人たちが怪我してますから。で、それをルール、法の下で平等で、真面目に生きてる人間が、それでなぜ怪我をしなきゃならないんですかの話で、コンピューターの法律間違えるんですよ。これが今の現代で、まあ、対応しなければならない、状況です。以上です。ということで、まあ、どこの国の方も、その、まあ、男子柔道でリネール選手と、他国の選手が試合をしていて、まあ、リネール選手に、まあ、何か、文句を言って、まあ、怒りの限界が来て、ちょっと問題行為をされた方いらっしゃったと思うんですけど、その方はリネールさんが僕の頭の中を使ってたっていうこと多分分かったと思うんですよ。だからその選手からしたら、リネール選手、君のしていることはそれは間違ってるでしょうで、それで正しいんです。ただ、それでリネール選手を蹴ったりしちゃダメなんです。言葉で言えばいいんです。淡井さんの頭の中、君使ってるでしょうと。それ審判団の人にも言ったらいいんです。で、淡井さんからどんなメッセージが出てくるかによって、リネール選手の処分は決めたらいいんです。で、これに関して判断難しいんですよ。その柔道界でそのやっぱり一番体の大きいと言っても過言ではないリネール選手を、僕もやっぱり意識しますから、その辺のところでコンピューターが稼働してつな、げてきている可能性もありますし、だからそれによってそういうような動作が発生している可能性もありますし、そもそもフランスの大統領のマクロンさんも僕と同い年で、もともと我が家うちから会っていろいろ話とかしてるんですよ。まあ、
あちらは英語は得意なんですけども、さすがに日本語までは手が回らないわけじゃないですか。で、僕は英語が不得意で、ほぼ日本語しか話せません。ですので、まあ、片言の言葉で、まあ、ちょっと話した後、まあ、翻訳できる通訳の人とかに話してもらって、まあ、フルーツラーパークでは、話をしたりしてたんですが、まあ、そこはエネルギーの残存量問題で一致なんですよ。まあ、開催国はフランスということもあって、まあ、もしかしたら、リネール選手にそれで、頭の中行ってた可能性もありますけども、まあ、こちらとしてはもうこれ本音で言わせていただきますと、海外の方に。もう日本人の人の試合がものすごくたくさんあるので、もう頭の中私はできるような状況じゃないんですよ、他国の方に。その辺のところは、ご理解していただきたいなと思います。それと、あと、私自身が、自分でしなきゃならない裁判がたくさんありますので、何十件と。で、それって、六法全書と言われる、まあ、こういうものをですね、しっかりと読み込んで、まあ、対応しなければならないと。まあ、定期的にこう購入してるんですけども、この今スマートフォンの撮影している、まあ、こちらは平成20年の、六法全書、まあ、今から、15年以上前のものなんですけども、まあ、こういうふうに付箋貼っていて、ここは何法で重要な法律が載ってるだとか、そういうことを、してるんですが、まあ、なかなかこれを丸暗記して生活できてる人なんてまずいません。裁判所でも裁判官の方も、医療分野の裁判に関してはこの方が慣れてるから、この人が、医療分野の件の、裁判官ですとか、労働関係はだとか、こういうふうな工業関係のこういうふうなものは、特に特許関係とか難しいですから、そのコンピューターに関する知識とかを持ってなかったら裁判官だって判断できなくなるんですよ。だから、そういうわけで、裁判所の裁判官の方も、まあ、専門分野にある程度、分けて、裁判とかもされてるわけですから、結構自分の裁判、こういうふうなものを取り組むのってかなり大変なんですよ。私の裁判はかなり複雑ですから。だから、まあ、その辺のところで、まあ、皆さんご理解していただけたらなと思います。ただ、オリンピックに関して、まあ、自分はよほど体調不良じゃない限り、勝ちに行きます、大抵の試合は。で、まあ、本当に眠たくなったら、眠るのを優先します。っていうのは、睡眠時間が1日4時間だとか、ひどい時、3時間の時とかありまして、その日は途中で昼寝ができたんですよ。で、その時日本人の人の試合があったんですけども、もうそこは、寝させていただきました。で、寝てる間にも勝ってます。で、まあ、その辺のところで、まあ、プロ野球業界やサッカー業界からの、まあ、フォローがあったのか、まあ、普通に考えて寝てる人を襲ってはダメなわけじゃないですか。だから、まあ、もしかしたら、他の卓球選手だとか、選手団の人たちが頭の中を渡したりしていたのかもしれませんけども、まあ、そういうわけで、試合中に関しても、本当に眠たくなったら、もう、僕は、まあ、テレビ見ながらその状態で取り組んでいても、足引っ張っちゃうんですよ。もう頭の中、まあ、もう眠たくて眠たくて、もうそんな状態で選手の方もつなげられたら、選手の方も動き悪くなってしまいますから、だからもうその辺のところは、すんなり寝るっていうことで、決めてますので、まあ、一般人の方も含めて、絶対にこの辺に来て、起こそうとしたりだとか、電波で起こそうとしたり、するのはやめてください。以上です。皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。